はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はこちらちょっとね見ていきたいと思います。はい、たまたまねちょっとまたね面白いものをね見つけたんで購入してしまいました。トミカのねカンカンなんですけども、おもちゃ缶ってなっていてね、これあのいつもねよく行くアダムスキーさんで108円で購入しました。まあ中身がちゃんと知れば結構安いと思います。でこれね多分あの食玩なんですよね。裏にねこんな感じでおもちゃ缶トミカって書いてあって、品名がねウエハースで原材料とか書いてあって、内容量が1枚です。まあその通り1枚のウエハースが中に入ってるんだと思うんですが、これが結構賞味期限がね、はい、もうとっくに切れてます。2003年の1月、今がね2018年の7月なんで、もう15年と6ヶ月前にあのね賞味期限、美味しく食べれる期間は過ぎてます。はい、なのでこれもしウエハース入っててもまあ食べない方が無難でしょうね。まあ僕はあのそれを食べる勇気はございません。でこのカンカンね、まあトミカ缶ということで、はい、こちらね中にねいずれかのトミカが入ってるみたいなんですが、この食玩自体の種類は6種類あるみたいです。ちなみにこのカンカンに入ってるのは01番のホンダ S2000 で、それ以外に2番が三菱ふそうエアロクイーンで、3番がスバルレガシーツーリングワゴンで、4番がマツダ RX7 で、5番がスズキワゴン R の RR です。でさらにね6番で日産ディーゼルのタンクローリーですね。まあまあなかなか面白いラインナップで、でさらに開けるとね、たまにこれ入ってるんでしょうね、レアな銀バージョンをゲットしよう。いやー銀バージョン出るかなこれ出てくれたら嬉しいんですけど、まあどんな感じなんですかね。でこのカンカンがまあ2つあったんで、おっとっとっと2つね購入しました。合計で216円が、まあまあ古いねこうレアな感じのおもちゃで言えばかなり安いですね。ちなみにこちらのカンカンの方には03番のスバルレガシーツーリングワゴンです。まあ個人的にはね、あのエアロクイーンとかタンクローリーもねちょっと欲しかったんですが、今回はこの2つしかなかったんでとりあえず買ってきました。さあではちょっとお話ね長くなっちゃいましたが、早速ねこのカンカンね開けてみていきたいと思います。じゃあとりあえずねこの01番のホンダ S2000 からいきますね。でこれね発売されたのね、もう賞味期限が15年前に切れてるんで、それ以上前のものだと思うんですが、かなり状態は本当に綺麗ですよね。カンカンあまりね詳しく見てなかったんですが、トミカのロゴにいろんな車がこんな感じでイラスト描かれてます。ぐるっとこんな感じになっていて、そこは先ほど見た通りこんな感じで、上もこのようになってます。さあでは開けますか。テープも割と綺麗ね、なんか黄ばんだりとかしてないんで、中は多分新品でしょうね。さあではちょっと本当下手すりゃね20年ぐらい前のものになるんでね、めっちゃ緊張するんですが大丈夫かなではではでは、一応銀バージョンをね狙ってちょっとね行ってみたいと思います。ではでは開けてみましょう。めっちゃ緊張しますが、せーのでパカッと、あなあこれ嘘やん、カンカンやんこれちょっと待って、嘘マジでこれは聞いてないぞ俺。まってことはやね、あのねもう泣きそう。めっちゃ期待してたし、期待さしてるしね。まあこのままあの僕は容赦なくYouTube にアップロードしますけど、動画を。いやーこれはね、あのね僕買い取ってほしかった、カンカンだけですって。ちょっとねこの横ぐらいに買い取ってほしかったね。いやーまあ開けますよ、開けますよ、開けますけども、いやーへこむわ。いやあのね正直ねなんかね軽いなって思ってたんですよ。いや軽いねーと。これねあの本当に値段もそうなんですけど怪しいなとね若干まあ思いつつ、まあ古いもんなんでね綺麗やしちゃんとしてるかなと思ったんですけど、はいこちら2つ目をね、もちろんからです泣く泣く泣くよ、もう僕泣くよ。せめて買いといてほしかったね本当ね。まあいっか、あのちょっとこう値段話ね、まあ言ってでも100円なんで、これがね500円ぐらいしてたらどうかと思うんですけど、まあポジティブに、すんごく今とてもポジティブに考えると、とてもねこう懐かしい綺麗な状態のいいトミカ缶が100円で買えたなーって思うと、うん僕は幸せになれます。はいよし、じゃあちょっともうせっかくなんでトミカ缶にトミカ入れよう。とりあえずねこの
走行して遊ぶ用のトミカをちょっといっぱいこの中にねたっぷりと入れていきたいと思います。はいはい、いっぱい入るね、いっぱい入るね。いいね、いい感じよ。結構入るよ。何台入んやろ。あーでもね、入ってどっかだな正直ね、そんな感じではあります。はい、こっちかな。これぐらいでちょうどええかなと。まだいけそうやね。まだね、まだいけそう。あ、これじゃ蓋閉まれへんけど、まあいいや、こんな感じにしとこう。はいまあまあ10台ずつ以上ぐらい入るんで、結構なもう楽しめるね、もうちびっ子が喜ぶカンカンのご紹介でした。まあ結果としてはとりあえずね、あのご覧の通り108円で買ってきた2つのトミカ缶でしたが、やっぱり108円でしたね。懐かしいただのカンカンでございました。せめてウエハース入ってたら面白かったかもしれませんけど、まあこんな感じで今回はもうこれをちょっとね、もうサムネにしちゃって皆さんをね騙すような形になってたら本当に申し訳ないですが、まあ僕はあのこの悲しさも本当動画で伝えたいと思うんで、今回はねこちらの動画にさせていただきます。よし、じゃあもう早いことブラックシンカリオン買いに行こうフラゲしに行きますよ。もうこれはもうブラックシンカリオンが僕の心を穏やかにしてくれると思いますんで、さあではね出発したいと思います。ということでね、今回はこの辺りにしておきましょう。おもちゃチャンネルのためでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとね、ツイッターやインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきましてね、本当にありがとうございました。そしてこんな結果になって本当に申し訳ございません。期待させちゃいましてすいません。ではまたね、他の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。